本当に4,000人近くはあのウクライナの中でロシアの若い若者たちは死んでるんですよ。で多分彼らの中であの自分たたちがが何何をして何のののめに死んんんだかかかななないいい人方多じゃと思うんですよねそのウクライナに攻めに行こうぜおうって言って始まった戦争じゃないんでそのなんか言われた通りじゃあここに進めでここを確保しろ安全を確保しろって言われて行ってたらいつの間にか撃たれました攻撃されました火炎瓶投げられました死にました捕虜になりましたっていう状態なんですよ。 だだロシアのそのモチベーションめちゃめちゃ低いんですよね。でウクライナとしてはあのモチベーションめっちゃ高いっていうウクライナで今刑務所に入っている人で軍役経験のある人を解放するっていうのをあの大統領がやってるんですよ。 その刑務所に刑務所を維持するのもコストがかかるし刑務所にいる人でも軍役の経験がある人がいてでそれだったらもう前線出した方がいいんじゃねっていうのがあってなんでその刑務所にいるその囚人を銃持たせて前線に送り込もうっていうのをやろうとしてるんですよまあそれはそれで正しいのか間違ってるのかちょっと僕は分かんないんですけどいはその犯罪はするけどウクライナを守るということに対しては共感するっていうタイプの犯罪者なのかあのまあ犯罪はして銃持ってるんだったら俺は逃げるぜっていう人なのか分かんないんですけど、まあ、ただ治安が良くなるかっていうと多少悪くなるなとは思いますはい